か。こんにちは。さあ、そろそろオープン戦も始まってくる時期になるかと思うんですけれども、この時期選手の皆さんはサインを覚えて一生懸命そうなんだよ練習してらっしゃる。いや、まずさ、はい、コーチが大変なんだよね。なぜ大変かというとさ、トレードとかで行ってるじゃない。あ、とか選手がこう動いてるから、前年のサインは使えないんだよ。もちろんそうですよね。そうだよね、はい、だからこういろんな箇所をこう決めて、はい、こうやって覚えていくんだよ。ややこしい。誰が作るんですかサイン。いや、まずはコーチが、コーチ自身が、サードコーチャーが作るんだよ、はい、作るんですか、サインを、はい、で監督に1回見せて、見せて、で監督のサインとコーチのサインは違うんだよ。お、違うんですか。箇所が、箇所が、うん、だコーチはその監督から出てくるサインも覚え、はい、あと覚えなきゃいけないし、はい、覚えて選手にこうやって伝達していくわけでしょ。はい、こうやって、はい、こうとかね、すごい複雑とか動かしていくわけよ、はい、ね、その箇所をこうどう決めるかって、うん、その種類が、まあ、バントでしょ、バスター、はい、バスターエンドラン、はい、エンドラン、ランエンドヒット、はい、まあ、エバース、スクイズ、セーフティースクイズ、右打ち、盗塁、ディスボールの盗塁すごいですね、今挙げただけでも11種類。10種類、はい、もう1種類はあの自動的なスタートね。自動的、まあ、1-3、2-3になって、フルカウントになったとしたら、はい、自動的に走って、うん、バッターは対応していくという、だから11箇所をこうやって覚えて、こうやって出し方をこうやって覚えていかなきゃいけない。すごい多いですね。多いやん、はい、バントっていうのは分かるよね。バントは知ってます、まあ、ストライクをバントする、はい、そしてランナーを送るという、うん、でバスターっていうのは分かる。バスターは初めて聞きました。実は初めて聞いた。バスターっていうのはこれはあのフリーでいいんだけど、はい、これは取り決めの中にあるんだよね、うん、野手がチャージをしてきたら、はい、自動的にバスターやっていいっていう、おそこでバントしてもさ、はい、網に引っかかるだけだから、うん、アウトになっちゃうし、はい、だからそこら辺は臨機応変に対応しろっていう、バスターの頭に入れとけよみたいな。なるほど。でこういうのでいいんだけどね、これは相手に分かってもいいこと、はいはい、でエンドラン、エンドラン、これはねエンドランでね、うまい下手っていうのは、うん、二遊間を見れるかどうかなんだよね、うん、でベースに近い方が必ずランナースタートしたら入るんだよ、だそしたらガラ空きになるじゃん、はい、そっちに打っていけるかどうかなんだよ。これがうまい二遊間だったら距離を同じに保つんだよ、どっちが入るかわからない、はい、走った時に、うん、でも明らかにこっちの方が入るなって言ったらそっちに打っていけばいいじゃん、はい、だそういうことが要求される。あ、まあ、エンドランというサインがあるよね、バスターエンドラン、バスターエンドラン、バントの構えからエンドラン、うんうん、ね、でバントの構えしてたら内野手がだいぶ動くから、バントに備えて、はい、それで、まあ、大体バスターエンドランってショートに転がせばヒットになる確率が高い、うん、あ、そうなんですね。だからそういうのが徹底してるチームがチャンスを広げられるという、まあ、そういう作戦だよね、で、まあ、エバース、うん、まあ、バントの構えして単純にこうやってまあ引く、相手の出方をよ見るとか、はい、うん、まあ、盗塁したときにわざと金振りして盗塁を助けると、はい、ね、そういうサインもある。もう名前がついてるんですね。名前がついてる、エバース、エバースで、スクイズ、はい、最近さ、うん、スクイズってどんなボールでもやんなきゃいけないんだよ、はい、でもボールだったら引いちゃう選手がいる。そうですね。これどういう教育をしてこのままプロまで上り詰めてきたのかなっていうぐらいの選手がいるんだけどさ、はい、まあとにかくボールでもストライクも何でも前に転がさなきゃいけないっていうのがスクイズですね、でセーフティースクイズ、まあ最近流行りだよね流行ってるんですか。まあこれは 1-3 塁の時に大体行われる、単独だとなぜ行われないかというとファーストが前進守備を取れるんだよね、単独サードだと、はい、だからまあ大体一塁側に転がしていくんだけど、はい、あのセーフティースクイズって、うん、そしたらファーストの上手い人だったらホームで刺されるって、そうそう、だから 1-3 塁でベースにファーストがついてて、うん、そういう状況の時にセーフティーバントのスクイズが行われるということだよね、うん、それがセーフティースクイズ、セーフティースクイズ、うん、右打ち、右打ち、まあバントお前下手だから右打ちで送ってくれと、うん、
でワンチャンヒットになったらチャンスが広がるからお前のバッティング右打ちにかけたよみたいなのが右打ちなんだなんか嫌な意味ですね。まあ嫌な嫌っていうかもう打つ方向が限定されるからね。こっち側に当ててもいいからもう当てろ、うん、そうそう、その打ち方というのが上手い人は右バッターだったらある程度こう開きながらでもいいからバットのヘッドが出てこないようにできるだけこう長くこう残したままヘッドをね打つと右打ちができる。右に向かって。逆に左は体を止めないと引っ張れないんだよ。こう体が開いて出てこないようだったら流し打ちになっちゃうから、だから体を閉じてヘッドを出す。まあよく言うツイスト打法みたいなのがあるんだけど、そういうので引っ張っていく。それができる人が右打ちが出るよね。すごい技術は結構いりますね。いや結構その打席打席シチュエーションで技術っていうのは要求されるんだ。はあ、なるほど、ね、で盗塁、盗塁、まあこれは盗塁は人によってはグリーンライトって言って、グリーンライトいつでも行っていいよみたいな、青信号だよみたいな、許されて、あ、それでグリーンライト、そうそう、もういつでも行けみたいな、ね、行っていいよって、はい、でもそれを止めるサインは、あ、ここちょっとグリーンサインは取り消してるよって、黄色赤、まあ、赤だな、赤信号ダメよ、もう中途半端ダメだ、ね、あ、そうですね、黄色みたいな、行っていいのか悪いのかみたいな迷わすようになるから赤信号、だから赤信号、はい、っていう時も、うん、ただし盗塁の中でもディスボール、ここは走ってくれっていうのがあるんですね。この1球で行ってくれみたいな。おえみたいな行くの嫌だなみたいな、嫌だなでもだから常にそういうサインが要求されるような選手は自分たちは分かってるから、もう分かってる、だから測ってんだよね、うん、走らなくてもここって測りながら塁にいるという、常にタイミングを、そうそうそう、練習してるわけですね、うん、なるほど。でまあダブルスチール、うん、まあ一三塁の場合、はい、一塁ランナーが走って、はい、キャッチャーが投げると同時にサードランナーもスタートする、ね、うん、まあそういうサインがある。うーん、だからもうね箇所なんかごっちゃごちゃになるよ。まあミーティングするじゃん、はい、よし明日からオープン戦いいか、サイン今年のサイン言うぞみたいな言うぞ、はい、はい、胸がきいねって、うん、はい、胸書き、バント、盗塁、エンドランみたいな、バスター、バスター、あ、バスター、バスター、エンドラン、エンドランみたいな、はい、そういう箇所がこういろいろ決めていくんだよ。胸がキーって何ですか、ここからスタートするよ、そうそう、みたいな、ここから、ここから、ここからスタートだぞみたいな、ここがサインのスタートね、はい、こうあって、何でこうやって選手に聞いていくんだよ。クイズ形式、クイズ形式、プレッシャー、いやいや、ほんでで、はい、キー変えるぞみたいな、はい、キーツバーとか言って、はい、キー券取り消しないって、キー券取り消し、キーに入って、まあここはバントだとするんだ、何バントでしょ、バントキー券取り消しだからね、はい、はい、って言ったら分かんなくなる、分からない、もうキー券取り消しだからキーに2回入ってるじゃん、はい、最初こうやって入ってバントが出た、でこうやって入ってこっちになった、はい、あとバッサーエンドランとか通りになるわけ、はい、箇所によってはだからそういう、分かんない、分かんないでしょ、はい、だからこういうのをずっとやるわけ、毎シーズン違うってことですもんね。それでもうこの頃もうオープン戦が始まるちょっと前ぐらいから、もうサインを決め出すんだよね。うん、だから毎日こうやったりとかするよね。うわ、間違えないようにこう。どうやって覚えるんですか。これ動画とか撮っていいんですか、それコーチの。あ、最近だと動画撮ってるかもな。はい、ね、動画だと。いや昔はどうしてました。右手首バントとか、うん、わ、左手首エンドランとか、いろいろちょっと書きながら覚えたりだとか。伊藤さんの時代は。時代はね。だから今はもう動画撮ってるかもな。ね、そういえばな、動画だと。ただこれだけじゃないよね、うん、守りのサインもあるこれだけじゃなかったか、あ、だから守りについてもサインがあるから、だからサインがごっちゃごちゃになる、はい、今時期だよね。時期ですね、うん、間違えたりしないんですか選手は。あれ今の間違える選手は大体決まってる、決まってる、大体決まってる、決まってる、チームにね 2,3 人はいると思う。お、結構2,3人はいるんですね。みんな理解はしてるんだけど、はいはい、そういう時代は分かんねえみたいな
なんで分かんないんだよ。そう、物覚えが悪いやつはいるよね。やっぱり。でもそういう人に限って、はい、そのシチュエーションを考えてないよね。うん、ああ、なるほど。まあ例えば、うん、スクイズだとか、セーフティースクイズなんか出るところにランナーいないじゃない。出るはずがない。そんなところも外してみとけばさ。はい。この中で行われるのは、はい、あ、この3つだなって頭で考えるとか、うん、絞れますよね、はい、絞れたら間違いない、はい、全て真面目に見ようとするから、はいはい、え、なんでこんなところでこの場面でスクイズが出たのみたいな、いや出してないからあるわけないでしょ、そこあるわけないでしょっていう、まあそういう見方をするとね、うん、だからこの時期、うん、まあいろいろ新しいサインで、ね、いろいろ戸惑いが出てくるチームもたくさんあるからね、はい、はい、はい、ですね、まあ攻撃のサインでした、はい、面白かった、はい。